はい、どうも、タワキンだよ。今日はですね、待ちに待った冷蔵庫到着の日でございます。ということで、冷蔵庫自体約1時に届くということなので、まあそれまで冷蔵庫の中身をどんどん整理していきたいと思います。で、一応前金まだ今日はお仕事なので、で、また1時頃になったら帰ってくると思うので、まあそこから合流して、前金と一緒に冷蔵庫の到着を待ちたいと思います。では冷蔵庫の中身を片付けていきましょう。ゴー！はい、冷蔵庫ですね、さっき電源抜いたので、中身抜いていきたいと思います。うわ、お米です。氷作るですね。はい、じゃあこちらの方で全部中身だけ抜き取ったので、こちらのヘラで今からついてしまった霜の方を荒削りにしていきたいと思います。おおおお、結構取れる。はい、じゃあヘラで取っていった分の氷を取り除いていきます。一応こちらの冷蔵庫ですね、下取りに出して金額がつくかつかないかの瀬戸際になるのでですね、しっかり中身を抜いて拭き作業等をですねしていきたいと思いますので、頑張ります。いこう。はい、レンジを隣に移し終えました。長年使ってきた温床がですね、ここに出ているので、今からこちらを、このバスマジックリンでカビを落としていきたいと思います。というのはですね、お風呂なのになんで使うのかというとですね、こちらがですね、カビにも効くということで、このバスマジックリンを使って上のカビを除去していきたいと思います。行ってきます。はい、だいぶ先ほどのカビが取れたので一旦ここは終わりにしたいと思います。頑張ったよ、タワキン。はい、じゃあ今度量が多いんですけど、下の冷蔵の方のプリンかかっていきたいと思います。頑張ります。こういうのとかも全部ですね。はい、じゃあある程度ですね、で片付いたので、あとは冷蔵庫来るのね、待ちたいと思います。楽しみだな、新しい冷蔵庫。来た来た。はい、あ、別の駅です。はい、ということで大きな冷蔵庫が届きました。いやね、タワキンね、びっくりしてますよ。ちょっとね、こう幅見てほしいんですけど、思ったより大きいですね。ちょ、横幅すごい意識してちょっと買ったので、横幅はなんとかなるなんて思ってたんですけど、縦幅がなんとちょっとギリギリかなっていうところで、で、この冷蔵庫がですね、三菱のあのすぐ切れちゃうっていう例の、まあ有名な某あれなんですけども、これ両開きになってるんですね。こちらは、はい、こちら開きますと、ね、ちょっとこうでかすぎてちょっとびっくり。なんか電気屋さんで見てるときはそんなに、あ、なんか周りの冷蔵庫もっと大きいのあるけなとか思いよったけど、こう家に来るとこでかいね。はあ、でこっちがですね、ちょっともう壁があるので、ちょっとこうここまで、まあでも十分開いてるので、まあ問題はないかなという感じですね。はあ、すごいですね。ちょっとまだ説明書よく見てないんですけど、この冷蔵とか瞬冷凍とか製氷とかですね、こういった温度設定とかいうのも、ありますね。そしてこちらのこれですね、まあ十分開くんですけどね、開いた時に大体
このぐらいは、まあ、あるので、人一人分は入るので、普通にキッチンに二人も立つことは、おそらくあまりないので、まあ、この辺は問題ないかなという感じではありますね。こういったポケットも付いていますね。なんだ、この二段目。なんだ、ここは。なんだ、ここは。野菜室か。こんなに二人暮らしで野菜室かなんかという。食べるんだよ、野菜は食べない。日本か。これはなんだって。あ、今、タワキン、ケツやりました。こうですね。これ、すごい、でかいな。ちょっとこの家にはちょっと大きすぎたかなっていう感じですね。これ、せり出し方もすごいですね。ただ、これ、家具ね、置く場所をね、また考えないといけないので、いろいろちょっと考えてやっていきたいと思います。はい、じゃあタワキンとマユキンも、お仕事から帰ってきたので、ここからマユキンも合流です。はい、マユキンね、今あの一応お買い物を終えてこんな感じでいっぱい買ってきた。うんね、アイスも買ったね。うん、もうこの冷凍室がもう広くなったっけ。やったね、うん、よし、じゃあちょっと詰めていこう。はい、はい、じゃあ詰めていこうね。詰めていきます。今こんな感じ、はいはい、見えますか？見える。卵は今2つ残ってるので、このまま入れようかな。奥行きどんな？え、ぴったりって感じ。はい、今卵入れました。次、糖度13度のパイナップル、上かな、上に入れよう。次、チーズ一回使ったらあれにしようかな、冷凍するけど、この容器を使います。割とよく使うって、このあれ、ナッシュタン、冷蔵庫用と冷凍庫用。はい、じゃあ今ここのフィルムを剥がしました。こうか、キャップのシールを剥がして冷凍庫にナッシュタン入れます。どこ入れる？真ん中の奥に入れます。で、はい、またチーズ、ソーセージ、ビール、鶏のささみ、生ハム、ミートボール、包んだ肉団子、牛乳。次、冷凍庫。はい、続きまして冷凍庫、塩味枝豆、これ800g 入るかなと思って。そして今まで買えなかったこれ、箱のアイス、終わった。まだ全然入る、ね、まだ全然入る。こんな感じになりました。はい、じゃあ次、ここに調味料をまとめて入れたいと思います。使う全部しちゃう、これを、はい、お、明るこれをね、出しやすい、ここに誰、こんな感じ。お、できてる。何が？氷が、氷、ほう、できてる、氷。すごい。どういった氷ですか？これは、ここの、はい、ほら、お水、ここで氷作ってくれるところで。自動ですか？そうです。はい、ではいかがでしたでしょうか。冷蔵庫、ね、大きいの届きましたね。どう？あれ。いや、めっちゃいい。これ、お休みの日に、お買い物をいっぱいして平日を行かないで良くなるの、めっちゃありがたいね。世界が変わりました。アイスとか、そうね、アイスはね、うん、もう本当にめちゃくちゃ、ね、箱で買えるっていうのがね、嬉しいですね。本当に嬉しい。うん、まあこのね、冷蔵庫ね、まあこれからも大切にしてね、また何かの機会があれば紹介してね、いけたらいいなと思うので、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よければですね、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。タワキンとマユキンのでした。バイバーイ。